バエサ大聖堂バエサは、スペインアンダルシアハエン県のムニシピオ。2018年の人口は15,902人。南をグアダルキビール川、北オソノ支流のグアダルバル川に挟まれた山地である、バエサ丘陵,陵の崖に位置している。バエサの歴史は古代ローマ帝国時代の都市、ベアティアにまで遡るが、現在では、スペインの諸都市の中でも、 イタリアルネサンス様式の建築物が良好な保存状態で多く残る都市として知られている。2003年にはそうした建造物群が類似の特色を持つ都市ウベダの建造物とともにユネスコの世界遺産に登録された。中世のバエサはムーア人の都市として栄え5万人が住んでいたと1227年にはカスティーリアをフェルナンド3世の手に落ちた。 コルドバやウベダの縄文、そしてバイサのアーチは、ムーア人の城塞都市の名残である。16世紀になると、バイサや近隣のウベダは、織物生産で豊かになり、地元の貴族たちは、アンドレスでバンデルビーラのような優れた建築家を雇い入れ、当時流行だったイタリア様式の宮殿、聖堂、広場などを設計させた。17世紀になると経済は失速したが、 これによって、新しい建造物群がほとんど建てられることはなかったため、16世紀の建造物群の保存という点に、限れば幸いであったとも言える。バエサは、明るさ、配列、調和などに関する卓抜な感覚を備えた都市で、スペイン的というよりもイタリア的な様相を呈している。詳細は、ウベダとバエサのルネサンス様式の記念碑的建造物群を、 参照が餌のルネサンス建築の中でも重要なものとしては以下のものを挙げることができる。まずは1538年に建造された大学で、現在はグラナダ大学の書き講座に使われている。他にはサンタマリーや大聖堂、ハバルキント宮殿、スペイン広場と憲法通りの区画などがある。これらは互いに歩いて行ける範囲内にあり、そのあたりはソナモュメンタルと呼ばれている。 バイサの歴史的建造物は、ウベダのそれらと共に、ウベダとバイサのルネサンス様式の記念碑的建造物群として世界遺産に登録されている。バイサの登録対象は、上記の建造物群が残る区画である。バイサは高速道路を使うと、マドリードの南 327km にあたる。レンフェでは、ディナーレスアルメリーア間の路線上に駅がある。グラナダ、マドリード、 マラガからはバスも出ている。最寄りの国際空港は1 3 2トル南のグラナダや2 4 1トル南西のマラガにある。出身者ゆかりのある人物、パブレーシアン、スパーフィシワイデンセダドポルミューニセピース。イネ、2012年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月27日閲覧。 DW ローマックス著、林国親区、レコンキスタ中世スペインの国土回復運動刀、水書房、1996年、P174、P179。ありがとうございます。